飛鳥時代に設置された官職の一つ。寺院、僧仁の権利を担当したと想定される。水戸天皇32年4月、一人の僧がおので祖父を撃ったという事件があった。天皇は、蘇我馬子を呼び出して、他の寺院でも同様の事件がないか調べさせた。この時に、九だラの僧侶、監督は、仏法が西国から男に至り、三百年を経て、 くだらに伝来してからわずか百年です。くだらの小に騎士が日本の天皇の建徹を聞いて仏像及び内転を見継ぎのぼして百年にもなっていません。だから、このような時に僧には未だに続報を習っていないので、たやすく悪逆なことを犯すのです。そのため、もろもろの僧にはかしこまってしまい、どうすればよいかわからないのです。どうか悪逆のあったもの以外は全部許して、 罪にしないでください。これが大きなふっつの孤独ですと、上表した。天皇はこれを聞き入れて、道を治める人も法を犯すものだ。どのようにして俗人に教会しようか。それゆえ、今後、僧侶、僧図を任命して、僧侶を兼業することにするという御事の理を出した。以上のように、監督を僧侶とし、倉津久寺の特席を僧図とし、同じ日に、安住の蓮を、 法当にした、とあるのが書質である。法頭は、大化の改新の一環で出された法令により、本格的に設置され、大化元年8月、光徳天皇は、美達、水古領天皇の例に習い、重視を定めて僧を指導したとあり、さらに寺院経営が困難な場合は、天皇自身が援助するとして、寺師と辞書を任命し、所持をめぐって、僧に土費、 伝世の実態を原得てことごとく明らかにし、報告せをという見事の利を出し、三人の俗人であるキメシンと、ミワイロフ君と、ヌカタベの恋愛を、宝刀にした、とある。以上のことより、俗人を任命し、諸国の寺院を巡回して、寺院や僧仁の実情を明らかにすることがその職務だと考えられるが、具体的な実態は不詳である。いずれにしても、 仏教を政治から分離せず、中央集権のために統政策を取ったものと考えられる。また律令制の総合性に一本化されるまでは、僧理の監督機関である僧上僧図と諸持の財政を監督する法頭とに分かれていたこともわかる。これは中国の北朝の制度に習ったもので、寺院の財産監督機関であった。 展示層が法を頭の元になったものと想像される。ありがとうございます。